中村時博知事に愛媛県のことについていろいろ伺う番組知事さんに聞く愛の国笑顔あふれる愛媛県の実現に向けたさまざまな施策や取り組みについてわかりやすくお話しいただきます中村知事どうぞよろしくお願いいたしますはいよろしくお願いいたします今回お話しいただくテーマは2022年プロ野球オールスターゲームの開催決定についてです2022年プロ野球オールスターゲームの開催が決まりました 2002年、2012年に続き地方球場では史上初となる3度目の開催です今月は誘致活動のサクセスストーリーや2年後の開催に向けた今後の取り組みなどについてじっくりたっぷりお話しいただきますまず開催決定に至った経緯を教えてください、はい、はい。あのーまあのま最初の1回目っていうのは 当時今の仕事とは違う立場で誘致させていただいたんですけどもあの時は四国初開催ということでポッチャンスタジアムができて間もない頃でしたでその時に決め手になったのはあの当時松山市の野球少年を中心に野球関係者が誘致に向けて署名活動をやってくれたんですね、はい、でなんとと驚くことにですね。 22万人の署名が集まったんでですすすごいですね四国初開催のオールスター待ってます。はい、でこれがすごく大きなインパクトをもたらして、えー、野球界に届,届いて、えー、開催が決まった経緯がありました。で2回目の時は、えーまあ、10周年ということで、えー、まあ,あの10年経った時に、えー、なんとかもう一回。 えー、っていうことで、えー、働きかけたんですけども、まあこの時もあのー、やっぱり正岡式をはじめとする野球熱というものが届いたのではないかなと思います。で、えー、まああの二回目の優勝が決まって、まあ三回目っていうのはなかなか難しいかなと、はい、いうふうに思ってました、はいえー。まあ本当に最初そこまでの。 ことにつながるとは思ってなかったんですけどもまああのさっき申し上げたように愛媛県っていうのは野球熱高いじゃないですかの、まあ、最近ちょっとね高校野球もなかなか勝てないんですけどもやっぱり夏の甲子園の勝率は都道府県別で大阪に次いで2番、えー、しかも優勝回数も多い、えー、いわばそのスポーツを超えて野球が文化の領域として根付いてきた歴史があると思うんですね。はい でそういう中でやっぱり最近のおちょっと結果的な寂しさでうん愛媛の野球関係者が、えー、もう一度野球に目を向けてほしいんだっていう思いを、あのー、なんて持ってですね顕著に来られたんですよ。でそこで始めたのが3年間にわたっての「愛野球博」はい。でただ単に試合をするとかではなくてその歴史にも 目を向けて、えー、こういうストーリーがあったんだっていうことを広く皆さんにも伝えることがまたふるさとの魅力創造にもつながっていくんじゃないかということで野野球球界のの関係者の皆さんと一緒に全県下で愛、えー、を展開してきましたで、えーまあその一つの野球という競技に、えー、そこまでの取り組みをしてるっていうことは 一つの武器になるなるとと、はい、いうことは考えたんですねで、えー、その思いをぶつけてほかにこんなに野球に熱入れてるとこないじゃないですかと地域挙げてだからもう一回っていうのがまず第一の、はい、力になったんではないかなと思います。で、えー、2年後のオールスターについては今回はあの企画方式だったんですね。はい、コンペをするとですから いろんなあの地域から手を挙げるとこう企画書を出してくださいとで二番目の要因というのはこの企画書の中身にあると思いました、はい、でもし仮に愛媛県での三回目の誘致があ実現できた場合は県を挙げてこんな取り組みを事前にもしたいとかこの企画を通じて本番を向けてさらに野球ファンを増やしていきたいんだとかそういう現場が企画書をこう 作り上げて提出した経緯があります。はい、この中身っていうのが二つ目の要因で、はい、で三つ目はですね、そうは言っても十二球団のあのまあ何ていうんですかね、こう多数が賛同してくれなかったら来ませんから。で分析を現場でしてもらったら、えー、強豪相手がいたんですよ。はい、強力な。はい、しかもそこはどことは言いませんけれども。 うちと違って2回目なんですね<ー>で正直言っててされじゃあそれを覆すためには今の野球博の思いとそれから企画書の中身をお受け止めてくれる見方を増やすしかないと。はい、で愛媛県にはあの営業本部っていうのがありましていろんな企業と愛媛県産品を売り込むために関わり合いを作ってきたあ別,部別動体がいるんですね。はい でそこの人間関係から実はこういう企画を考えてるんで、えー、御社球団の本社の方にぜひ、えー、愛媛いいよ」と言ってくれない,いかという働きかけを複数の会社に行いましたら皆さん動いてくれまして愛媛の味方が逆転して増えちゃったんですねすねごいでその3つ目の要素。あの賛同者 の球団が増えたとですからあの愛野球博とそれから、えー、企画書これはもう市長も含めて開催地の松山市だけじゃなくて全市長が挙げてやる、はい、お,迎えお迎えしたいという企画とそれから今申し上げたあの球団の中の味の方のおが増えたということこれが誘致につながったのかなというふうに思いますね、はい、営業本部ってそんなところにもこうネットワークというか。そうなんですよ すすごいですね,ねだから、あのー、その会社の本社の社長のところに私に僕も何度か行ったんですけども、はい、あのちゃんとここは露骨にオールスターの話はせずに、はいえー、知事あのじわじわと攻めてくださいとか<あ>ちゃんとアドバイスがあるわけですよね。<laughs> でそれに従って僕は綾遊人形のようにあの交渉に臨んでましたね。 その交渉が来たとというこころですね、はい、このオールスターゲームの開催決定本当に嬉しいニュースなんですが、はい、県民の皆さんからの期待というのもあったんででしょうかそうかそすねあの、まあ、皆さんもまさかと思ってましたの、ね、でむしろ逆にサプライズ、はい、でもそれでいいんじゃないかなと思ったのは今、の今年に入ってコロナの対応に、まあ、追われる中でなんとなくなんとなくというか間違いなく。 重苦しい雰囲気が漂ってますよ、ねはい、で明るいニュースも少ないし、まあ、そんな中であの本当に一滴の明るいニュースが社会全体に光を差すということになればいいなと思ってたんですけども、はい、そういう意味ではあの期待っていうかサプライズっていうようなことではなかったかなと思いますね。はい あの愛野球博の企画であの夢集めみたいなのも行われてたかと思うんですが、その内容というかこのオールスターゲームへの思いっていうのも皆さんからあったんですか？それはもうもちろんありましたね <laughs>、えー。だからでもみんな来るとは思ってなかったんじゃないか。だから本当に夢が実現しちゃったぐらいのサプライズだったんですかね。えーえー、そうですね。二度でもすごいなと思うんですけど、三、えー、度目ですもんね。えー、今度はあのまあ本当にこのコロナ禍の反転構成の、はい。 きっかけにもつなながればいいいと思いますし今度のオールスターってのは全県の対象のイベントにしますんでそれこそ愛南町や宇和島の子どもたちから四国中央市までの子どもたち野球少年たちがですね、はい、えもちろん開催地の松山市を中心になると思いますけどもそういった愛媛県全体の野球少年たちが 参加少しでもできるようなね、はい、そんな企画ができたらいいなと思っています、はい、そしてこのオールスターゲームというビッグイベントの開催ですので、はい、もいろんなチャンスが広がると思うんですが、はい、どんなことを期待されていますすかそうですねあのやっぱりそれまでにオールスターというのは1日で終わりますけどもこの企画の中にはそこに至るまでにいろんな仕掛けをしようと、はい、オールスターに向けてのねだからそれらをついてまた愛野球博の延長みたいな感じで。 愛媛県の野球の歴史を今の,この野球少年たちが感じ取ったりで愛媛県民があのその輝かしい実績を知ることで誇りを感じたりですねえそしてそこのをじわじわ高めていくことで本番を迎えるというのが一番いいですよねそしてまた愛媛を PR する絶好の機会にもなるのかなとそうですねあのもちろん経済効果も正直言ってありますし。 えー、またあのお、まあ、例えばですね、えー、もう十二2 0年前に第1回目のオールスターゲームの時は、はい、あの正岡式の野球殿堂入りの表彰式もオールスターゲームで行ったんですね。はい、でその時はもともと正岡式っていうのは俳人として知られてますけどももう一つの顔として、えー、新聞記者、はい、マスコミ人だったんですね。ですからあの 当時のマスコミにとっては正岡式がプロ野球選手でもないのに殿堂入りしたっていうのは大ニュースだったんですよ、はい、同僚が取ったみたみいな感じでねだからあの時今でも残してますけど、うん、翌日の、えー、日本全国の五大市の全部すべて一面正岡式<ー>野球殿堂入り決定 <laughs> で愛媛県松山市って出るわけですよ。すす、はい、すごいい宣伝効果だったと思いますよねね <laughs> 本当です、ねうん でこの開催まで2年ありますが、はい、今後、どのような体制でどのようううに取り組んんでででいくんでしょうかそうですねあの、まあ、今申し上げたように全県でのイベントとして、えー、取り組むというのは初めてなんで、えー、どういうふうに皆さんとやっていけたらいいかなというのはいろいろ今、思案しているところなんですけれども、はい、まあもちろん野球関係者の協力とそれから企業の協力とそれから開催地の松山市 そして市長ですから市長会町村会町村会もうそうしたところも全部 <laughs> 巻き込んでみんなで楽しもうというまずスタートのコアを作らなきゃいけないんで近々、はい、そういう会を立ち上げてその中で企画をみんなでもんでいけたらいいんじゃないかなと思ってますね。はい、でもそののオール愛媛で取り組むっていうのが、はいその 愛媛のお家芸というか、愛媛の強みみたいになっていますよね。そうですね。本当にあの、他の県と違って。あの市町と基礎自治体との県の連携っていうのは、ものすごくうまくいってると思いますし。むしろ、あの、自分にとっては一番そこが、強い思いで。県政運営してきたつもり、なんですよね。で、えー、よくあの、村よりも町が上。 町よりも市が上市よりも県が上県よりも国が上ってもうバカみたいなねあの上下意識が日本には若干残ってるんですよ。はい、で僕ほ本当に恵まれてるのはあの市の仕事もさせていただき県の仕事もさせていただき国の仕事もさせていただいたんで全部のステージ経験してそこにね上下関係なんかあるはずもないんですよ。役割分担してるだだけなんですだから 何もね、国会議員だから偉いわけでもないし、県だから偉そうにすることもううこともないし、役割分担で水平の関係じゃないかっていうのが自分にとっての基本なんですね。ですからそういったものが市長さんや町長さんにも伝わって、みんなでつくる雲っていう空気がどこよりも取れてきたかなというふうには思いますね。はい。でこの。 2年後の開催までにこれからどんな企画が上がってくるのか私たちも本当に楽しみです。はい、えー、みんなで参加しましょう。<laughs> 最後にこの3度目の開催決定に、はい、この知事の思いお聞かせいただけますでしょうか。はいあのやっぱり日本で最も華やかなそして、えー、最も最高のプレイヤーたちが結集する、うん、夢の祭典ですから。 のまあ、球場で見れる方は限られているかもしれませんけれどもあの、マスコミの皆さんも、もうこの日だけはね、お祭り騒ぎで、みんなで楽しめるような一日にでできたらいいですね、はい、今回は、2022年プロ野球オールスターゲームの開催決定についてお話しいただきました中村知事どううもありがとうございました。